クソモコリンです。本日もマリオメーカーやっていきましょう。マリオメーカーを見る前に高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それではやっていきましょう。さあ今回は超ギリギリボム兵が爆発する前に扉に入れミニゲームを作ってみました。ぜひご覧ください。それではどうぞ。さあそれでは早速コース作っていきましょう。今回使用するスキンはスーパーマリオブラザーズ初代のスキンですね。そしてシーンのスキンは地上にしようかな。さあ今回は初めてのギミックコースっていうわけなんやけど、まあ、ギミックの種としてはこの上にこんな感じでレールを引いて、そこにバブルを右向きにセットします。そしてこの終わるのところにボム兵を設置します。そしてボム兵の上にこのオンオフスイッチを置くと、これで時間が経つとボム兵が着火して、そして爆発してオンオフが切り替わる、そういう感じのコースですね。だからこれが切り替わる前に、一つ一つコースをクリアしていけというコースになってます。さあそれじゃあね、スタートしていきなりこのカウントダウンが始まっちゃうとびっくりするんで、まずは扉をつけようかな。まずは扉をつけて一つ一つ試練の部屋をね作っていこうと思います。なのでこのギミックをスタート位置から作動しないところぐらいまで離して OK、 そして扉の端っこをこっちの部屋につなげますと OK。これでスタート位置からはボム兵は作動せえへんけど、扉に入るとこのギミックがスタートするっていう感じですね。オッケーオッケー、いい感じ。さあそしてこのままやとね、まあ、こんな感じで画面がね横に動いちゃってコースがねやりづらいと思うんです。だから1画面コースみたいな感じでこの端っこをねスクロールしないように固定させたい、そんな時はですね、止めたいところまでこのブロックで縦に積んであげる。そうすることによってこんな風に1画面のスクロールしないコースを作ることができます。これですごいプレイしやすくなりましたね。 OK。 さあそしてあとはあのボム兵をちょうど見える位置にしたいから、もう一マス上やね、もう一マス上にして、そして端っこまでつなげてあげると、そしてボム兵を端っこに持っていってあげる。これで OK やね。あ、でもちょっとこれやと秒針にかぶって見えづらいから、やっぱりもう一マス下げといた方がいいかな。さあ最終的にこの高さにしました。だからこれをめちゃめちゃギリギリになるように、まあギミックを作っていかんとダメよね。はい、ちょっとバブルやとね時間がありすぎるんでブロックにしました。これやと挟まれる段階で即爆発するんで結構忙しくなったんじゃないかなって感じですね。さあそしてオンオフブロックが押されるとやられる仕組みを作りたいんで、足場は全部この赤いブロック、オンオフブロックで作ります。 OK。 さあ一つ目は普通のアスレチックということで、まあこんな感じの、まあ、乗り継いでいくギミックにしようかな。うん、まあ1個目やからそんな難しくなくていいよね。こんな感じで、こんな感じかな。いけるかな、これ間に合うかすごい微妙やねんけど、ちょっと階段とかにする。結構階段って登りづらいからね。そしてここにもう一つドアを設置すると、ほんでまた右に新しい部屋を作る。ゴールは一番右にしておきます。いや結構こういうコースって時間に余裕があることが多いから、ほんまにもう1秒未満、ほんまにギリギリにしたいのよ。さあこれでどうだ、よいしょよいしょ、はいはいはい、やばい間に合わん、ちょっと間に合わん。うーん、じゃあここを1段にする。これで1段にすることによってちょうどいいかもしらん。どうだ、はい、乗る乗る、はいはいはい、いけいけいけ間に合わへん、ちょっと間に合わへんな。こうする、ここを1個にしようか。ここ1段でいけるんやったら結構時間短縮できると思うから、こんな感じ、これ結構短いっしょ。はい、いけっくよっしゃーない、じゃあこういう感じにしようか。ここ真ん中一発で降りたらいけるよっていう、これなら間に合うでしょさすがに。
これ以上簡単にしないとダメなのか。ほっほっよいしょなんか余計むずなった。はい、2つ目のこの降りるところも消しました。これで、うん、これで余裕やな。むしろ簡単になっちゃったまであるね。まあこれぐらいにしとこうかな。これで1つ目ができたんで、2つ目の部屋作っていきましょい。さあ2つ目の部屋はちょっとね、敵を倒していきたいよね。敵を配置してそれを踏んでいくような感じにしたいから、どうしようかな。じゃあ次の出口は鍵ドアにしよう。次の出口は鍵ドアにして、まずここで敵を倒して右に行って、上左に行って鍵を取って帰ってくる、そういう感じにしようかな。だからこんな感じに足場を伸ばして、ここに鍵を置く。そしてここの足場は消しちゃって、ここにクリボーを2体配置します。そしてここにクリボーを置いて、このクリボーを踏んで上に行くっていう感じにしたいね。あ、いいこと考えた。ここをね、レールにしちゃおう。ここをレールにして、ここで加速させんねん。ここで加速さして、ほんでこっから降りて2周目もう一回行っちゃおう。で、ここ張りやめちゃおっか。これ張りやめちゃおう。ほっほっ、オッケーオッケー。ほんでこう来て、はい、2周目、いけ。いやー無理か。もっと早くする。これまだ倍速にできるから、倍速にしちゃおう。オッケー。そしてもうこの端から端まで全部ベルトコンベヤーにします。これで間に合うでしょう、ここまでやったら。はい、テストプレイ。ほっほっ、オッケー。そしてオッケー、いけいけ。いや無理や、これでも間に合わんのか。ちょっと待てよ、これバブルの方がいい説出てきた。そう思わんか。これバブルの方がちょうどいいんじゃないか。結構長く感じてたけど、意外とバブルでちょうどいいかもしんねえ。これで、はい、ほっほっ、 OK。 そしてバブルやったらまだ余裕あるよね。今度はめっちゃ余裕になった今度はめっちゃ余裕だから、ここは普通の足場にしますと。で、ここも針にしちゃおう。はい、というわけで最終的にこんな感じになりました。これで結構難しくなって、さらに結構ギリギリになったと思います。 OK、 結構ギリギリじゃない。まあ、1回ミスしてももしかしたらいけるかなぐらいですね。オッケー。ほんでこっちをバブルに変えたから、こっちもちょっと調節せなあかんな。せやから結構難しくしちゃってもいいかもしらんね。めちゃめちゃギリギリのギミック完成しました、皆さん。こんな感じでね、結構ジグザグにした結果、はい、こっからジグザグジグザグときて、はいはい、ほっ、結構ギリギリ、ほんまに。はい、ほら、もう1秒ないでしょ。これはもう完璧。よしよしよし。さあ、あと2つぐらいギミックを作っていきたいんやけど、どうしよっかな、次は。よし、いいこと考えつきました。このファイヤーバーを避けながら進むっていうコースにしようかな。うん、これで、早く行きたいけど、急ぎたいけど行けへんみたいな、焦りを、ここでちょっとやろう。こんな感じで、まあ、短めでいいかな。そして折り返し、結構ここでちょっとこんな感じで耐えながら、あ、全然間に合わねえこれ。あ、全然ダメだ。なんかちょっと周期変えてみよっか。ボリューム的にはこんな感じにしときたいから、これで周期を変えて、うまいこといきたいよね。この回転が悪いのか、逆回転にしてみる。そこだけ逆回転にすることによって、ほら進行方向やから結構行きやすい。あー、ちょっと余裕やな。よし、最終調整してこんな感じになりました。結構これもギリギリになったよ。こんな感じで、まあ覚えゲームみたいなとこあんねんけど、最初はこんな感じで急いで、ここは待たなあかんねん。
ここは待たなあかんねんけど、こう。ほら。これもまあ1秒ないぐらいで。まあちょうどいいよね。よしよしよし。さあ、次で最後のギミックにしましょう。さあ、最後の部屋やねんけど、最後の部屋はね、まずこんな風に足場をつけて、この上にね、パウブロックを積み重ねます。パウブロックをここに積み重ねていきますと。そして足場をこんな風に追加して、さらにパウブロックで埋め尽くします。さあ、これでね、パウブロックを全部叩かないと進めないギミックの完成。結構時間使っちゃうな、でも。ちょっと少なくていいかもしらんね。オッケー、3段にしとこう。3段にしといて、そして次は、ここでまずファイヤープラワーを取らせます。そしてここに凍ったコインのブロックを敷き詰めます。ここでちょっと連打ゲーみたいになる感じやね。オッケーオッケー。これで、ワン、ツー、スリーからの、連打オッケーオッケー。結構いいよ。さあ、そして今回の出口は左側に置いておこうかな。左側に置いて、そのままゴールに直結っていう感じにしたいと思います。さあ、そして最後のギミックは、Pスイッチで出る足場を使って、進むコースにしようかな。こんな感じにして、はいはいはい。でここに壁をつけて、こんな感じかな。これで間に合うかどうか検証しよう。はい、どんどんどん、はいはい、お、連打連打連打、はい、押して、はい、あ、フラワーのままじゃいけへんな。はい、ここね、パウ叩いちゃうと右上のボム兵やられちゃうから、3回叩かないとボム兵が起動しないようにしました。これならば絶対パウを3回叩かなあかんから。はい、はい、はい。これで、ほら、ボム兵が右上に出るっていう感じですね。オッケー。ほ、やべ、邪魔だ。ほんで、時間は結構余裕あるね。ここをもうちょっと難しい感じにしようかな。はい、というわけで最終調整してこんな感じにしました。ここはね、しゃがみで行ってもらって最後ジャンプで入るっていう感じにしましたね。そしてゴールまで行くと。オッケー。これであとは音遊び入れてテストプレイって感じですね。突然ですが、あなたは高評価ボタンを押しましたか？ファイナルアンサー？正解？いつも押してくれてサンキューな。超嬉しいらしいぜ。はい、タイトルは超ギリギリ時間内に扉に入れにしました。そしてね、最初扉じゃなくて、土管にしました。扉の数が足らんかったんでね。そしてここでデモンストレーション、こうなったらアウトですよっていう感じを教えてくれると。ほんでボム兵爆発したタイミングでブブーっていう音遊び入れてんけど、なんか作動せえへんのよなんか知らんけど。オッケー。さあ、それでは行きましょう。1つ目、障害物よけよけ競争。これは結構ね、ほんまにいけるっていうぐらいギリギリ。ほら、もうここで着火、もうここで着火してしまいます。よいしょ。オッケー、マジでギリ。そして次はクリボーを踏んで、はい、ベルトコンベア越えて、あ、やっべ、あ、やっべ、沼った。オッケー。そして、はいはい、ここ沼るなよ。はい、オッケー、これはいける。よいしょ。オッケー、ナイス。さあ、そして次はファイヤーバーよけよけゾーン。これはなんとか。で、ここで一旦待つと。そして急げ。よいしょ。オッケー。さあ、次は最後のボスゾーン。連打。連打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 。おい。そして、ジャンプ。はい、はい。よいしょ。マジでギリ。ナイス。っていう感じですね。いやー、
結構ヒヤヒヤするね。そしてね、死んだ時用にこっから始まる中間も用意してやります。さあ、タグは相変わらずスタンダードとギミックって感じですね。というわけで、コース ID はこちらとなっております。ぜひ遊んでみてください。それではまた次回のコース動画でお会いいたしましょう。お疲れ、バイバイ。